はいどうも皆さん、おはこんばんにちは、チョモランマタケシです。今日はですね、例によって NBA2K モバイルの、企画をやっていこうと思うんですが、今日は挑戦企画ということで、今日やっていきたいのはこのドリルにですね、このフリースローゴルフっていうのが、来てると思うんですが、こちらのチャレンジ企画ということで、ちょっとまずどうしようかな、ちょっと見てもらいましょうかね。このフリースローゴルフがどういうものか、わからない方のために一回ちょっとプレイしていきます。まあなんてことはない、まあ、フリースローを10投打つって言うんですけど、上がまあ制限時間で10秒なんですけど、こうタイミングをうまく合わせて、まあ、10回打っていくと、まあこんな感じでこういう風にね、こうでミスると、あでも入ったね、ミスると、あ入るね、あれそうそう、まあそうバックボードとか当たると1点、スパッて入ると3点で、あとねリングに当たると2点とかね、あリングに当たると2点、まあ、緑で決めれば大体スパで入るんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、わざとねミスしたりしながらも、まあ、30点満点なんですが、まあこのように、こっちか、このように、まあ、25点満点、まあ、25点出せるわけでございまして、これをですね、もう私も散々やってます。これはね本当スタミナ1だけで、あのカード3つできるし、選手のちょっとレベル上げたい時とか、もうフリースローゴルフめっちゃ簡単なんで、めっちゃやりまくって、カード集めて、レベル上げに時周回しまくってるんで、もう本当楽勝でもう25点以上出せるんですけど、で今日の企画ですは、このフリースローゴルフを、昔皆さんご存知ですかね、まあ、ちょっと NBA の伝説とも過去つけたいんですけど、昔マイケル・ジョーダンがフリースローを打つときに、なんか誰か選手に、お前ちょっと目つぶって、ファンか選手かになんか言われて、ちょっと目つぶって打ってみろみたいなのがシーンがあって、で目つぶって打ったら、そのでも決めちゃうみたいなシーンがあるんですよ。で私ももう本当もう100発100中でもう決めることができる、タイミングももうバッチリ覚えてますので、そこでこのフリースローゴルフを、目隠しして、25点以上出そうという企画をね、ちょっとやって、今ちょっと拍手のタイミングがわけわかんないけど、ちょっと盛り上げたかったんですけど、キレが悪かったですけどね。そのフリースローゴルフのに、25点以上見ないで、まあ、音とタイミングだけを頼りに、25点以上で出せなかったら、まあ、ちょっと罰ゲームなんかも、ご用意したので、ちょっと挑戦企画で、ぜひこの NBA2K 僕ちょっと盛り上げたいと思いますので、一緒にやってる方と、ちょっと楽しめる動画と思いまして、こんなのを考えてみましたので、ぜひちょっと、ご覧ください。ではじゃあ挑戦していきましょう。お願いします。今日村正樹の NBA TV。 はい、じゃあということでね、やっていきましょう。ドリルの、このフリースローゴルフですけどね、これ初め私も今やってますよ。これをですね、今押して、どうすればいいんだ、押して見ないようにします、見ないようにします。ただ直前までのボタンは見ますんで、じゃあちょっとやっていきますね。では、いきます。はい。ケビン・マクヘイル、もうこの人のタイミングでずっとやってますからね。いきますよ。じゃあ、見ませんよ。いきます。お、入ったんじゃない?やばい。
スパッシュ。おお。おお。終わった。残り何回か分かんないけど、ちょっと結果見ましょうか。シュッて、マジか。ちょっと自信あったんだけどな。ちょっとショックですね。ちょっとスパでもスパッシュとか何個かあったでしょ。もうケビン、そうで、フリースローのタイミングって結構使う選手によって違って、もうここ最近ずっとちょっとパワーフォワード強いのを手に入れられなかったんで、ケビン・マクヘイルでずっとやってたんで、うーわー、ちょっともう一回やっていいですか。まあ、罰ゲームは受けますけど、ちょっともう一回やります。チャレンジします。はい、いきます。ここにスマホがありますか。ちょっと最初のごめん、最初のボタン、最初のフリースローのボタン見失っちゃったから、ごめん、ちょっと一瞬見たけど、あの押すとこは見てないからね。ちょっと黙るかも。オッケー、タイミングつかめたぞ。おっと、終わった。何本か分かんないから、うわ、結果見ますね。あれ、結果、あ、でも3ピックだったからやべ、何点か後で見返さねえと分かんねえぞ、おい。何点だった。25点以上いった。ちょっと確認してきます。ちょっと超ブラマたけしの NBA TV。はい、ちょっと今ごめんなさい、ちょっとあの録画したやつ見てきたんですけど、あの22点ということで、意外とむずいですね。いけると思ったんだけどな。まあ、というのもちょっと本当はあのこれ撮る前にちょっと1回だけやったんですよ。で1回やって、なんか普通にやって一発目で25点いってたんで、あ、25点が結構いいだろうと思って思ったんですけどね、ちょっといかなかったっすね。ちょっとごめんなさい。ということで、じゃあ罰ゲームの方、はですね、まあバスケットボール選手というのはね、背が高くないといけませんから、背を高くする、まあ、定番といえばね、牛乳ということで、牛乳1リットル一気飲みチャレンジ。じゃあちょっと用意しますので、お待ちください。超ブラマたけしの NBA TV。 はい、ちょっとね、準備します。準備というほどでもないんですけど、まあ、こちらの方ですね、牛乳、買ってきましたので、まあ、私別に牛乳は別に嫌いではないので、ただちょっとあんまりやっぱ伸びすぎるとちょっとお腹が
まあ、緩くなる場合もあるんで、ちょっとまあまあでもね、失敗してしまったので、約束通り飲まさせていただきます。一気飲みチャレンジ、ではいきます。また見てね。無理だわ。無理。